マジシャンである俺は広瀬すずちゃんから1枚カードを選んでもらい、見えないようにトランプの束に戻してもらう。俺はトランプをよーく切ってから指をパチンと鳴らし、あなたが選んだカードはあなたのパンティーの中にありますと言い放つ。恐る恐るパンティーの中を確認するすずちゃんが、驚きの表情とともに取り出したのはすずちゃんが選んだ陰毛まみれのハートの5。俺はそのカードを再びトランプの束に戻してもらい、あたかも次のマジックであるかのように束ごと食べた。これはでもアイデアマンだな。ディアマンだったな。これはさ、実際にそのパンティーの中にカードがなくてもいいじゃない。まあそうです、ね、パチンってやって、はい、はい、パンティーの中にトランプを今入れましたよ、え、確認してくださいってこう確認させるだけでもうこっちのもんだよね。こっちのもんだよねじゃないんだ。その作業をしてくれるだけでも十分。あ、でもしてくれるよね。でこの人が偉いのはさ、陰毛まみれのハートの5をトランプを束に戻すっていうところだよね。普通その1枚だけ食べるでしょ。食べる、食べちゃう、普通食べる。これエンジェル。何言ってんだおい。聞こえないぞ。なんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか。